これから学校での日常的な場面が出てきます。イラストを見たり、会話を聞いたりして、気づいたことや考えたことをワークシートの1にメモしてください。理科の実験の授業の様子です。各班で実験と記録の担当を決めて、実験を始めてください。生徒たちを見て気づいたことはありますか？女子生徒と男子生徒では何か異なる傾向はありませんか？実験が終わりました。では、各班の実験結果を順番に発表してください。各班で決まった発表者は前に出てきてください。生徒たちを見て気づいたことはありますか？あなたの学校では似たようなことはありませんか？